まあ最近は、オーンダーメディアというね、考え方。まあ、自分たちでメディアを作っていこうということが、どんどん盛んになってきました。まあもちろん、その、ね、個人も含めて、企業、経営者、いろんな人が情報を発信するものですから、まあ受けてから見たら情報型ということにはなってますが、まあそういう中で、本当にこう、信憑性が、信憑性があったりですね、 価値のある情報、コンテンツ、ノウハウ。まあ、こういったものをどうやって表現するのかということがこれからの大きな課題になっていくと思うんですね。そういう時に、この本というのをコアに置くとですね、あの、中身が深くなるし、本当に自分たちが世の中に発信して伝えたいこと、まあ、企業の思いとか、まあ、いろんな経営の理念とかですね。 あるいはこれから会社として目指していることなど、まあいろんなことをですね、まあ一度この本というものの中に凝縮をして、まあ、それをコアとして、温度メディアを作っていくということがとてもね、意味のある時代だと私は思っております。事業創造のきっかけになりますよということですね。まあビジネス創造と置き換えてもいいんですけど、 今、まあ、変革ブームと言いますかね。イノベーションをいかに起こそうかみたいなところで、大企業も中小企業もいろんな企業が、まあ、ここに不信をしながら努力してるわけですけど、まあ、そうは言っても、どんな事業を想像したいのかとかですね。まあ、その事業を想像すると、世の中どうなるのかとかですね。まあ、結構そういうことをしっかりと宣言することによって、仲間が集まったり、あるいはその、 ね、つながった人たちでまだ新しいアイデアが出たりするわけですね。まあ本というのは本当にこの事業の創造に使うことができるという意味で、まあ私も自分の会社、私が運営してきた会社、まあ自社でこういう実績を何回もトライしてですね、まあこれは結構成功したかなと思うところがありますので、まあそういったものも紹介しつつ皆さんに そういう具体的な本を使うイメージをですね、本を製して活用するイメージをつかんでいただきたいなというふうに思います。まあ、この中に大体、その当時までやっていたことを書いてるんですが、まあ、以降結構私たちもですね、このビジネスを始めたり、まあ、先ほども言いました、仲間を集めたりする時に、この本というのを活用してきたわけですね。